ユンチャンネル。ハロハロ、こんにちは、ユンです。今日はエイプリルフールということで、家族にプチドッキリを仕掛けたいと思います。何のドッキリをやるかというと、でね、もしもユンが結婚することになったって言ったら、家族は一体どんな反応をするのかです。どんな反応してくれるんだろう。今までドッキリとかも仕掛けたことがなかったので、本当に初めての試みです。 Here we go! ということで、まずはママにかけようかなって思ったんですけど、なんかわかんない緊張があるので、とりあえず妹にかけたいと思います。出るかな。もしもし。はい。ご飯食べた？カップラーメン食べた。カップラーメン食べたの？もっとちゃんとしたもの食べなさい。だって、何もないんだもん。かわいそう。あのね、ママにもまだ話してないんだけど、はい、大事な話があるの。はい。なんだと思う？テレビに出る。違う。出たいけど。私、結婚することになりました。嘘つけ。ええ、なんで？本当に？うん、本当だよ。嘘でしょ。めっちゃ楽しいやん、これ。早く言いたい。どう思う？嘘。エイプリルフールでした。早いわ。バレましたね。次はママにかけます。とりあえずこの動画をね。動画？あー、なるほどね。そうっていうドッキリをしてます。オッケー、じゃあね、バイバイ。バイバイ。早かったな。だって結婚することになりましたって言ったら、嘘つけーったよ。バレました。妹にはバレました。次行きましょう。次はじゃあ、弟にかけたいと思います。でも弟バイト中かな。とりあえずかけていきます。もしかしてこれ出ないパターンのやつ？デート中か？弟にもハルが？出ません。じゃあ、ママにかけます。緊張する。かけまーす。もーし。もしもし？何？どうした？今時間ある？なんで？いいよ。あのね、いいよ。ママにね、ああ、話してないことがあるの。何？結構やもう。え？血圧が？今血圧上がってった？血圧の？子供もできてる？違うよ。何？実は、私、何？結婚します。何？誰と？ママの知らない人。ちょっと待って、それマジの話？マジの話。何言ってるのそれ。マジの話ならもう電話じゃないよ。でしょ？マジの話だったらもう電話じゃないでしょ。うん。マジの話だったら会って話するんでしょ。でもやっぱ今東京だから。東京だからで休み取ってで会って話するんじゃないの普通。そうだね。でしょ？うん。で何？今マジの話？あと彼氏おらんのに、なんで結婚するの？おかしいじゃない。マジの話で冗談でしょ。ねえ、冗談。どっち？エイプリルフールでした。イエーイ。でもママは信じてないもん。だからエイプリルフールないよ。ちょっと信じたでしょ。信じてないって。ドッキリでした。あらまあ、びっくりじゃん。でもびっくりだよ。彼氏おらんのにどうやってって。ちょっと騙されたね、ママ。イエーイ。 2%。 2%？ はい。だから 98% 信じてないよ。信じたくなかっただけでしょ。ヨミのこと信じてるなの。だからあなたも結婚しないの。いい。あなたまだうち立つでしょ。結婚前にママのためにうち立つって約束したんじゃないの。うち立てる。でしょ。
そう。うちって当てるじゃん。だからあなた東京に行かせたじゃん。うん。本当はママは東京ダメだよって言ってるけど、もう芸能人になったらもううち立つでしょ。その約束じゃん、あなた。もう安いだけでいいよ。まあ2000万くらいでもちっちゃいよ。だってママのために。ママは小さ悪くなるし。ママのために家建てる。おた。うん。約束だよ。うん。はい。オッケー。忙しいのにごめんね。いいよ。はい。頑張って。バイバイ。はい、バイバイ。はい、ちょっと信じてたよね。弟がね、出なかったのがちょっと残念なんですけど、とりあえずドッキリ 2% 信じてくれたみたいなんで成功ということで、はい、最後まで見てくれてありがとうございました。初めての試み、初ドッキリ動画いかがだったでしょうか。またね、機会があったらこういうドッキリ動画とかもやっていきたいなって思います。ということで、よかったら Twitter、Instagram、チャンネル登録の3点セットお願いします。以上、ゆんでした。それでは皆さん、今日も一日おつかれーしょん。バイバーイ。最後はね、ママのためにお家を建てるまで結婚しちゃダメって言われたので頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。